アンドレアス・ベックは、ソビート連邦、ケメロボ出身のプロサッカー選手。カスオイペン所属。ポジションはディフェンダー。2007年、VFB ・シュトゥットガルト優勝時にマイスター・シャーレ、掲げて勝ち誇るベック VFB ・シュトゥットガルトの下部、組織出身で、2006年2月11日のアルミニア、ビーレフェルト戦でデビューした。2月16日、 UEFA カップのミドルズブラ FC 戦に出場して欧州カップ戦初出場を記録した。同年10月27日のバイエルレバー空前戦で初得点を挙げた。2008年6月 t s g 戦8 9 9ホフェンハイムに移籍した。2015年7月ベシクタシュ JK2018 年6月までの3年契約で移籍した。 2017年8月31日、フルスの VFB シュトットガルトに復帰。2019年6月14日、契約満了につき、シュトットガルトを退団することが発表された。2019年7月4日、カスオイペーニエ、フリーで移籍。契約期間は2022年6月までの3年間。2009年2月11日のノルウェー代表戦で、ドイツ代表デビューした。 同年6月には UEFAU-21 欧州選手権に出場し、決勝でイングランドを破って優勝した。自身は準決勝のイタリア戦で決勝点を決めて、勝ち上がりに貢献した。2010年5月6日、2010FIFA ワールドカップに向けたドイツ代表候補27名に選出された。アンドレアスベックイチンイムザトーレニーデューザンレデンィ、ベシクタシュ JK。 2015年7月4日でや、VFB バーフライテッド、アンドレアスベックオーファートセラウェブサイトで、VFB シュトゥットガルト2017年9月1日、ランケ、アンドレアスベック、VFB シュトゥットガルト2019年6月14日、カスエブペンサインズアンドレアスベックカスオイペン2019年7月4日、ドイツ代表、暫定メンバー27人を発表ゴールドットコム。 2010年5月6日、アンドレアスベックホーファンハイムオフィシャルサイト。ありがとうございます。